2016年、ジェットレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間巌先生です。現在ジェットレーダーは FX 投資となっています。とっても難しいですね。参っちゃいますよ。少額投資でね、試験投資でもう大負けですね。1000本ぐらい負けましたよ。ライブ投資ですよ。ライブ投資の少額投資ですけどね、参っちゃうよ。もう本当に難しいよ、ね、大丈夫大丈夫。で、大丈夫じゃないけど大丈夫じゃないね、ほど難しい仕事だからということでね、成果を上げたらプラスはね、大きいっていうことですよ。ね。大丈夫なんてこと全然ない、ない。もう、限界も限界。限界も限界ですよ。ね。このインジケーターはね、市販してるインジケーター、リースで貸してるやつとちょっと似てますね。あれですね。なんか落っこってきちゃった。こういう上がってね、またズドンと落っこっちゃうのがあるんですね。これ、この時はもうやめとく。ね。やめとくと、もうこれ一本しかやんないって。あのね、こう下がってシグナルが来て打ったけど上がって自分より下がっちゃったっていう。これはもう諦める。ね。これは諦める。で、ここまで見るんですね。様子を見るって。それで徐々にこのぐらい上がって、上がってく、横ばいになってきたら、ね、ちょっと何ピン打っていきましょう。これ練習だから、本番はもうちょっと厳しく。ね。勝ってんだよね、左右ね。7280円、右が。12円で稼げてんだよね、これね。待って、これはね、でもだから自動売買してんだけど、勝ってんだけど自分でやると負けるんだよね。やんなっちゃったらあれ、いや GBP だってさ、これ何本で分析してる、ちょっとね、右からちょっとやってんだけど、GBUSB 下に。GBUSB 下に売る。これ下に売るといいね。こっち二つ見ていきましょう。この2つ、こんなんいらないって、そばのこんなもんは。そばのね、これこれ、じゃなくて下に出てんだけど、いい加減にしろ、こんなそばの中アクセス、こんなの FX や株でもこれ見ないですよ、そばなんて。こんなのはね、全然ダメ。待って、これ3か、3で勝ってる、 5?3 で勝ってる、5でしょ。これ何やってる、5だな、5で分析してるか。あのね、インジケーターもいろいろあってね、もうややこしくて、ややこしく、今練習だからね、本番じゃないからね。
イラついてる。練習でもね、小学で資金としては負けてばっかり、もう1000本ぐらい負けてますよ。嫌になっちゃうよ。これ何やってた？これは、これは5の15か。5の15でも勝ってんだよな。これ、自動場で。でも、ライブでは禁止ですけどね。これも、あれだけど、自分で投資すると負けるってどういうことよ。分かってんな。ちょっと待って、これ見て。これ、上がってる。あ、これも上がってる。ね、これに勝つんだよね、これね。これどうだ？これ打たない方が得だな。なのかな？ね、それで向こう何やってんのかな？私もこれでしょ？これ55、これ 50% 以上でやってんの？バカな、平気？これ。これ 50% 以上でシグナルですよ。こっちは？ここは 55% ね。で、右、左が 55%。右は？右は 60、70% か。あ、60、70% が勝率いいんだ。やっぱ60、70がいいみたいですね。あのね、右側はね、60の 70% で投資してる。そしたら、9200円稼いでる、今日ね。で、左側は6200円で、6280円で勝ってるんだけど、60%、55% 以上ですね。で、違うのは3シフトと1本なんでね。3シフトのはやっぱりいいか。ね。まあいろいろね、やってんだけど、あの15分のね、MK4 のゲージで、ね、15分足のゲージで見てんですよ。分析をね、これね。15分なんですよ。これと5分を3回分割して分析右側なんで、ね、やっぱ3回分析の方が性能がいいかな、やっぱり。ね。ちょっと待った？ね。ね。まあ、ちょっと設定し直すんでまた、ちょっと連絡いたしますけど。これは勝ちでしょ。ね。あれ以降もうなったよな。負けちゃったから、これ。下がっちゃったね。まあ、これだけちょっと様子見ますか。これは負けでしょ。ね、これは負けでしょ。ちょっと見とこうかな、できないな。これ。ちょっと切っときますね、これね。ね、だからこう、買って、上がって、下がったときはやめてた方がいいって。ね。これ、シグナルを切って打って上がっていいなと思ったら下がっちゃったのはダメだと。元よりか下がっちゃった場合はダメだと。ね。負けやすいね。これ上がって上がったから、まあ下がる可能性があると。あ、これだけど戻ったね。ね。その時は一本だけにしておきましょう。ね。ね。これかな。ここで打っとくのがいいかもしれないね、今の見るとね。ちょっとね、僕はね、あの、女性用のね、化粧水で一番安いのってね、テアはね、化粧水ありますよ、これ。これね、ドグラミソってね、アマゾンで買ってね、安いんで、ね、何十本も買ってね、置いといて、清潔にね、この手をね、拭くんです、タオルで。ね。すぐ僕はね、体から毒が出るからね、強力な、汗出るんですよ。毒。いやいや、100億人殺してしまうことの
大げさに言えばね、あの体からすごい毒が出るんです。ああそれが出るんでね、近くにこう毒が出てる時に人間がいると人間を殺してしまう。それでね、追い出すんだけども、ものすごく汚い汗だかくんですよ。あの体にね、僕毒が溜まりやすいの。だから体の汗がね、ね、すごいんですよ。これ2つ勝ちそうだね。だけどもうめっちゃめちゃ負けてますよ。もう1000本負けてる。さっきもやってもうめっちゃめちゃ、それもライブの金額で負けちゃったよ。もうめっちゃめちゃめっちゃめちゃに負けて負けて負けて、あのね、出してるインジケーターはいいやつです。右側のだからね、同じだよね。月50万でね、あ、じゃなかった、1年で50万でのリース販売のやつね。3本の事故も、やっぱこれが一番いいみたいだね。でちょっと設定しかないくて、今55% の60になってると思うんだよ。ね。それは後でちょっと調整できるようにしないといけないね。どうせ買わないだろうと思うんだね。一応自分だけね、いいね、インジケーター持ってたらずるいというのでね、出してるだけなんですよ。その、自分勝手に使ってないということでね。よく稼げて得するんだったら買っていただいていいんですけどね。今ほんと難しいってよ。ほらね、これ上がっちゃったでしょ。ここに打っとかなかったというのは正解だね。ね。まあ、こんなことで手とこついてるでしょ。あれ動かないじゃない、これ。いやー、あ、終了したんだね。あ、もう日本勝った。ね。まあ、これはそんなことで負けはなかったみたいだね。だ、そういうことでちょっと、あのね、分析方法をちょっと新たな方法をちょっと考えたんで、調整 し直すっていうことね。まあ、大負けですよ、私の。真剣にね、ちゃんとやらないで、テスト用というのは違うんですよ、この試験の仕方が。あのね、普通やっちゃいけないとこまで投資するんです、練習を。ライブでもね。1000本負けましたよ。だからね、もう本当にね、1年間で1000万ぐらいなくしますよ。そういう、ライブの投資も入れてね、活動費入れて1000万は なくなりますから、ね、どんなに大変だかね。これ本当にね、大変だけあるからね、稼ぐ人もいるわけですよ。ね。ということでした。どうもありがとう。